初めてのお手伝い第2回、今回は南座地区にやってきています。こちらで何をなさっているのか分かる方も多いんじゃないでしょうか。3月も後半になりまして、高菜が収穫の時期を迎えています。ということで、こちらの岩下さんのお宅の畑で高菜織初めてお手伝いさせていただきたいと思います。岩下真知子さん、はい、じゃあ今日はお手伝いさせていただいてもいいですか。はい、どうぞ。じゃあよろしくお願いします。はい、教えていただきながら頑張ります。初めてなんですけれども、はい、こうして取ってください。折れるところからこうしてポキッポキッと音がしますね。はい、どのあたりからだいたい。このあたり、この一番太いところのこのあたりから折るってことですね。あ、ポキッて言いました。すごくみずみずしいです。こんな感じでいいですか。はい、はい、して、はい、2、3本取ってください。2、3、もうなんかわさわさありますから、うん、太いぐらいかな、太いのからですね。うん、小さいとは残しとっていい。それ、うん、はい、いきます。お、はい、こんな感じですね。で、根を揃えてね。はい、これ、切る葉っぱだ。茎の切ったところを揃えるんですね、うんうん、長さ、うん、こんな感じで、はい、はい、で、ここを握ってね、ここを握ってね、はい、そして、葉っぱをこすね、ねじります。はい、ここに握って、この辺、うん、ねじ、うん、ねじって、え、ちぎってしまっていいんですか。うん、ちぎってし、切っていい。お、はい、ここは捨てちゃっていいんですか。うん、なんかもったいない気がしますけど。大丈夫じゃろ、ね、同じくらいね。あ、本当だ、こうやってこの長さを揃えていく、うんうん、ある程度ね、ある程度ね。葉っぱのところはいらないんですか、この辺。この辺はいらない、うん、もういいです。茎が大事なんですね。うん、茎が大事、茎が美味しい。茎が美味しいそうです。本当に揃ってて綺麗ですよね。わしわしって、わしわし。このあたりが美味しいとこ。美味しいところ、はい、ここら辺。なんかポキっていく場所が、そう、折れやすい場所があるから、うん、そこを目安に。下の方はね、硬いけんね、ある程度上の方でいい。はい、芹口さん、初めて早々何か気づきました。なんか違う、これなんか違いますね。あ、これ違いますよね、これなんか。あ、先っぽ、うん、違う、これはなたねな。なたね、うん、よう見つけたね。よう見つけたね。これ違うのが混ざってました。そうそう、なたね、うん、菜の花ですか。うん、そうそう、高菜の中に菜の花。そう、混じったとこが。収穫しました。うん、よかったよかった。それは勝てん方がいい。勝てん方がいい。え、種が混じっとったったらね。じゃあ種から植えてるってことですか、高菜も。10月に種まくと。へえ。あんまり早まいたらね、あ、冬が寒いじゃん。はい、だけんあんまりしこると葉っぱが枯れてからあるすけんね。だけんやっぱもうこの頃は10月10日過ぎぐらい、ちょっと遅めにっていうことなんですかね。うん、うん、へえ。これはもう全部ここの畑はご自宅用の高菜ですか。うん、自宅用やら友達に送ったりなしたり。あ、そうなんですね。そう。なんかありすぎて。ん？ありすぎて。この辺かな。あれ、これを、これ高菜ですか。高菜。あ、よかった。このポキポキする感触がいいですね。
なんか元気がいい茎が分かります。すごく音がねみずみずしくて、うん、そうですね。やっぱ包丁よか手で折った方がいいもんね。そうなんですか。どう違うんですか、うん、いや、やっぱ手で摘んだ方がいい。美味しくなりますか、うん、へえ。すごい大きい。ん大きすぎて、はあ、どうしましょうこれを大きすぎますよね。いや、よか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 、うん、じゃあ加えます、ね、今年はどうですか。他あの去年とかと比べて、ちょっと時期は遅れて。あ、収穫のですか、うん、寒さの影響もあったのでしょうか。去年はもう、はい、3月の10日頃にはもうつけてしまった。あ、そうなんですね、うん、もう半月ぐらい、うん、遅れてるということで。遅れてる。あ、つかみすぎちゃいました適当でいいよ、適当で。よいしょ。違いますかあ、いいんですか。あ、よかったです。あれ、これも高菜ですか。高菜何本もあにゃが、あ、なんかこの花が咲き始めてますかね、これ。そうそう、高菜の花なんですね。へえ。高菜の花は菜の花と変わらん、同じぐらい。あ、そうなんですか。うん、菜の花みたいな花。へえ。なんかちょっともう黄色いのが見えますもん、花びらが。花は食べれないですか。いや、食べれんことなかろう。じゃあ収穫したということで今日は寒いもんね。なんかだんだんなんか水気で手が冷えてきますね。うん。手がかなわんごつなってくる。作業のペースは順調ですか？まあまだ。まあまあ。また手早くするのって難しいですね。なんか慣れてらっしゃるからなんかそんな風にやりたいけど。そうだろうねあ、今のちぎり方はちょっと上手かったかもしれない大丈夫大丈夫、ありがとうございます、優しい夫正文さんも火星に入ります。腰が痛いな。まだ大丈夫です。大丈夫。まだ来てないです。若いけんね。そこですかね。いやいや。まだ進んでないですもん。そうです。まだそこまで働けておりません。ちょっとスピードが上がってきた気がします。うん。慣れた。もう慣れた頃には終わる。間違いないです。よし。よし。あれ
私どこにいましたっけ？ん？あれ？ここですか？あ、途中のが。ここでした。いい感じ。ここだろ？はい。ね。すいません、後始末みたいになって。大丈夫。残ってますね。いい、大丈夫、大丈夫。ダメダメだ。なん、大丈夫。取った後はね、踏んでいくと足で。ああ、もう細いところはいらないっておっしゃったから。うん、はい。そしたら分かりやすいですよね。うん。うん、まだ取ろうと、新也くんが。あ？まだ取りよっとだそうです。ん？いや、もうやめて、もう。強力な助っ人、りょうこさんもお手伝いに来ていました。友達です。今日はお手伝いですか？お手伝いですか？お手伝い来たって、一応終わったっけ。もうなんか慣れてらっしゃいますね。そうだよ、100歳だけど。もういつも一緒にされてるんですか？もう一緒じゃせんけどね。今年は私が先終わったっけね、河川来て。今日はね、はい、ポイントチャンネルが来るけん、河川してちるチャンネルだって。だけんね、はい、私よくあっちば撮っとって。まあ、私たちのためにわざわざ来てくださったんですね。そうそう、ポイントに出ろって思った。この隣は畑。畑がお隣なんですね。そうそう。じゃあたまたま会ったりもするんですね。うん。なんか話、お話の相手がいるといいですよね、作業してるときは。そうよ。して、もうどげんしたね、今日は何しようねっていうね。もう長いんですか、お友達。もう、結婚してからもう何十年くらい。そうそう。あ、そうですか。なんか素敵な関係ですね。もう50年過ぎたけん。おお、50年来の友達。いやー、いいですね。なんかこんな一緒にね。ね、作家見しかやけんね。いや、何ですか。突然どうしたんですか。70代になって畑仕事もだんだん大変になってきたと言います。これもずっと畑仕事はまだまだ続けていかれるんですか？そうね、できる間。いや本当に、でもそれがね、健康の秘訣だったりしますよね。なるか。仲良し2人の楽しみは前は旅行やら行きょったわってんか。もうコロナになってからもう全然と毎年ね、花見。花見、うん、どこまで行かれるんですか？花の下。花、桜の木の下で。コロナであれしてからもう。いや、でも外だから。うん、外でもしとらんよ、ね。そうですか。うん、なんか人がね、人いないところ避けてちょっと二人とかならいいんじゃないですか？うん、そうね。ね、なんか楽しみもないと。なかなかですね。もうしてやがて忙しくなると、今度は何が忙しくなるんですか？もう田の準備とか。そうか、そうですよね。ね、いろいろじゃけ、その前にお茶飲み会。お茶飲み会。いや、いいですね。楽しみ、うん、楽しみはないと。そうよ。上手になった。お、ちょっと言わせてしまった感じがしますけど。ちょっとだけね、早くなってきましたよ。うん、慣れよ、慣れよ、ちゃんと。りょうちゃんげんとまでイノシシが来るけん。いや、ね。去年ね、イノシシがね、ジャガイモが2回掘ったけん、2回上の。3回目にようよ。
そうなんですか、うん、そこまで。お隣まで。そうそう、ずっと植えとるとずっとこっちからバーッと向こうまで掘っていくね。食べていく、うん、全然もないこと。そうなんですね、イノシシが。そうよ、前はね、猿が来よったばってね、うん、猿がね、こんね近頃は猿が見らん。へえ。ああ冬来たとか、ゆずの木に登ってゆずが食べる。取り残しがあってね。そう、山にほ、タケノコやら入るけんね。それは、取れた。あんたちも生きとるけんね、やおいかん。なんか食べにゃ。なんか食べにゃ、そうですね。芹口さん、随分と畑に馴染んできました。だんだん早くなってきました、本当に。ほら、どうでしょう。折る茎と折らない茎が見分けられるようになってきました。いいですか。ありがとうございます。葉っぱ取りすぎましたかね。葉っぱを取りすぎちゃいました。なんええが。そうこうしていると終わった。こんな感じです。早かった。また来年もお願いします。お願いします。リポーターもするの。リポーターも、はい、ぼちぼちですね。セリグチです。なんかあれでよっと近いしよっと近いしよります。あの人です。あの人です。ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。あれね、あ、今気づかれました。今終わった瞬間に発見でした。いや嬉しいです。なんか知ってくださってて、はい、ありがとうございます。最後の一束です。終わりました。終わりました。お疲れでした。お世話になりました。すごい。採れたての高菜を家の前に運んでお漬物にします。お、責任が重たいです。10羽収穫できたそうです。お家に持っていきます。なんか結構な量がありますね、やっぱり。
あ、ジッパーとかでした。よいしょ。お、重たい。重たい。何キロぐらい？10キロぐらいありそうな気がします。10キロはないかな。8キロ、9キロぐらい。なんか綺麗ですね。青々としててみずみずしいし。重さを測ります。 8.2 8.2 ですね。今、11だから19.2 です。今安全担当に任命されました。はい、大丈夫ですよ。あ、はい、19.2。 覚えておけるかがちょっと。 19.2 と 8.1 8.1 8.1 は紙がない。あれ27.3 33.2 と 6.5 39.7 全部足すと 66.7 キロですね。1,2,3,2.668 2.7 ぐらいですね。待って、キロか。算数が、あれ？え、そんなに？塩って3キロぐらいいるものですか？いるとね。あ、4% でね。そうですよね、うん、いや、なんか塩をそんなキロ数で、ね、なんかこう、あれしたことがなく、使ったことがなかったから。そうですね、この量で 2.7g なわけないか。この量だと3キロ近くも塩が必要なんですね。何かを持ってまちこさんが戻ってきました。いっぱい、すいません。いや、もう気持ちがあったっけね。りょうちゃんがおはぎば持ってきた。いつしか持ってこんじゃった。あ、なん、まだあった。あ、カメラが撮るけんさせそうね。ああ、カメラええっても。おいしそう。お疲れでした。ありがとうございます。お世話になりました。お茶の時間です。撮ってください。好きな。ありがとうございます。もうやめね。舌はちょっとカチャカチャする。あちい、あちい。新薬何回ルチャ持ちるか。ちょっと舌がカチャカチャ。あの、ね、一緒にこれついてあるんですか。それあれだな、それあんこ、あんこ、あんこだ。あんこが入ってる。ちょっと熱くて、めっちゃ熱い。いただきます。ごめんなさい。うん、そうでね。美味しいですね。よもぎとあんこがあって、うん、優しい味です。美味しいです。お腹を満たしたところで作業再開です。あ、もうちょっとで2キロ。あ、もうそのまままぶしていくんですね。うん、すり込むみたいな感じで、ふりかけて、うん、ふりかけて転がす感じで揉み込んでいくんですね。うん、揉み込んで、こうしてほくほくね。力がいりますね。うん、だけん腕がこうあるよ。早速挑戦します。感じで合ってますか？大丈夫、大丈夫。本当にこれでいいんでしょうか？うん、あん、
付け直すときね。付け直した方がね。ちょっとね。後ろ後なってもここ葉っぱがね、まだほんのこっちゃにあるもんね。うん。それこそね。そっちとこっちと。おいしくなれ、おいしくなれ。練習ながら気持ちが大事ですね。ちょっと色が変わってツヤってしました。大丈夫、根っこを揃えて。こっちの方が腰にくるかもしれない。うん、こっちの座ったがいいの。座っていったら、うん、座ったがいい、はい、うん、こう、そうそう、これは丸面でいい。こうしてこうして。あ、こういうことか。うんうん。上だけ押すんですしてる。やはりやり方が違ってたんですね。おかしいと思いました。こうするといいけどね、葉っぱの方が吸った方がいい。うん、ようやくコツをつかんできました。だんだんと桶が埋まってきました。まだまだたくさんありますよ。シャキシャキしてるから力がいりますね。よいしょ。だいぶ上達してきたところで桶が満杯になりました。とても優しくしていただいてます。3日つき始めてから経ちましたけど、様子はどうですか？はい、毎朝ですね、汁を取ってから今日はもうつけ直しをします。毎朝こう汁が出てきてたんですね、はい、バケツ1杯ぐらいですね。でも半分になりました。ちょっと見せてもらってもいいですか？はい、あ、桶いっぱいあったのがですね、半分になりました。ここまでありましたよね、うんうん、こんなにギュッとなるものなんですね。すごい、もうギューってなってますね。香りも高菜漬けの香りになってきました。うん、目がしゅむ。涙が出てくる。これをですね、はい、一握りずつ取ってからですね、こうして取ってからある程度揃えて、して上からこうしてしっかりして汁が出るでしょ、はい、でこれを組んだ別の桶に揃えてからですね、別の桶にありします。でちょっと塩がちょっとあの時はこうして並べてつけて、で一並びしてから塩と胡椒を入れます。また塩を、うん、塩をパッとすんですか？パッと。へー。胡椒の方が多い方が、あ、なんかいつまでも悪くならない。あ、そういう効果もあるんですね、うん、胡椒が多い方がいいです。赤いんですね。え、唐辛子みたいな。唐辛子、唐辛子、うん、このタイミングで入れるんですね、うん、もう、うん、水気がないようにもうしっかりしっかり絞る感じなんですね。だ、じゃあまだこれから汁が出るけん、うん、重しするけんね。で、はい、並べてから蓋して新聞紙をして、新聞紙毎日変えるの。そ
こまで手間がかかるんですね。そう、うん、もうだけにいつかな夏頃までは新聞汁が見てからね、汁がして新聞紙が濡れとるならもう新聞紙かけていかんと、上からだんだんに絞っていくとね、はい、してあ、こういうことね、魚も手がいるという本当ですね、こんなに手間暇かかるとは知らなかったです、うん、なんかいまいち出ないこれでいい果たしていいのでしょうか、なんか大丈夫大丈夫、ちびちびちびってそうそう、そんくらいだが、このそのくらいですか、うん、うん、そのくらいそのくらい、うん、はい、でで、ありがとうございます、こうしてね、でから塩をパッとしてね、おお、このくらいかな、して胡椒は真っ赤っかおいし、もう美味しそうですまだ今の段階で食べたら全然ダメですか、あ、こっち食べてみ、食べてみ、え、いいんですか、うんもうだってもう見た目は高菜漬けですもん、もう、うん、出来上がったような、そう、 あでも塩がまだちゃんとの、あ、加工するけんね、キャッシュすぐもう、あ、すぐ食べるあれするならもうこのまん、あ、このままでいいけどね、やっぱりこう保存するためにはっていうことなんですね、そうそう、うんうん、うん、食べてみてありがとうございます辛いかなこれいただきます、6日目のお宝ですか辛いかな、大丈夫だろ、しょっぱい、しょっぱい、あ、でも美味しい、すごい使ってるあ、ご飯が欲しいです、もう十分美味しいんですけど、うん、塩気があって美味しいだろ、まだシャキシャキしてるし、塩測ってしたけんね、うん、だいぶ塩気はだけ、もう塩はもうパッとでいい、美味しいです、でもこれにさらに唐辛子がね入ると、そうそう、また味も変わってくるんですよね、うん、いやでも私このままでいいですもう十分美味しいです、うん、これを長く楽しむためにはこの作業がこれから必要になってくるんですね、うんうん、じゃあ出来上がったら周りの人にお裾分けします、友達ら送ってやるとね、この葉っぱで、うん、この葉っぱ広げてからね、はい、しておにぎりして、あ、美味しそう、うん、して食べるっていうようになった、うわうちのはもう切ってからしかね、あれせんばってんか、うん、あ、ちょっとやってみたいです、うん、おにぎりであれしてみて、握力あるはずなんですけどね何でも最初があるけど、ね、最初は難しいもんね、難しいです、うん、なんかこう下に送るのが 長くて下までたどり着かない、夏頃はもう山吹き色になったらもう今度は油炒めしてから、あ、美味しそうですね、うん、高菜飯とかにして、そうそう、高菜飯、体積が小さくなってるから少なそうな気がしますけど、やっぱり変わんないですよね、そう、うん、ね、あやん大きいっぱい、これね、うん、いっぱいだったっすがね、そうですよね、でもこれ、この量毎年あの、そうそう、マツコさん一人でされてるんですか、うん、これ全部ですか全部
して送ってやると喜びになるけんね。いやーでもこれすごいですよ、これ一人で。何いや何も仕事が他にまだ今はないけん。いやいやいや大変ですね。ほんとこんな毎年でしょう。毎年ね。すごいですね。ばあちゃんが小になったけんね。もうだけん送ってやるともう楽しみまっとんなの。そうですよね。そう、うん、そんな待たれとったらやらんといかんくなりますね。そして自慢のお孫さんの話題に。一番上がね、うん、24かな。あ、一緒だ。同い年です。同い年でした。男の子ですか。女。女の子ですか。遠くにいらっしゃるんですか。そう、京都にと。そうなんですね。理学療法士。へえ、すごい、うん。かっこいいですね。してね、2番目も京都で。あ、近くにいてよかったですね。交換取ってから。交換？うん。看護。はあ。すごいですね、うん、お二人とも医療系で。人を助ける仕事。免許取ってからね。交換が取れたきゃよかった。今年取れた。あ、そうですか。もう頑張られたんですね。ようやくこの作業も終盤に差し掛かりました。ジカジカになってきました。これだけやっぱり塩で水が出るんですね。そう、青もんだけね。なんかでも新鮮だった証拠だろうなって思います、うん、あれだけシャキシャキっていうかみずみずしかったからですね、うん、だいぶ慣れてきましたよ。最後のひと絞りです。最後のひと絞り。終わりです。はい、ご苦労さんでした。じゃあ、うん、こっちに。ちょっと待って。よし、全部絞り切りました。土産。ひとつかみ新漬けいただきました。ちょっと待って、ちょっと持ってきました。はい、おいしそう。出来たてほやほやです。出来たて。まだいきますか。うん。もういいかもしれんです。あ、もう4日かもしれないです。すごいですよ、もうどんどん重たくなってきました。あ、わかんない。なかなか言うありがとうございます。はい、まだですか。もう一丁。もう一丁。もうなんかすごい、わんこそばみたいな。はい、いいですか、はい、こんな大事な。ありがとうございます。もういいそれ。もう十分です。見てください、この量。ずっしりです。ちょっと、両手で持たないといけないぐらい重みがあります。いや、食べてください。いいんですかこんな、はい。ありがとうございます。じゃあ、TPC みんなで美味しくいただきましょうか。うん、食べて。ありがとうございます。力仕事も何のその、芹口さんお手伝いをする隙がありません。大丈夫大丈夫、はい、ちょっと抜いて。おお。ここでね、蓋これをしてね。あ、これ蓋をして、ちょっと小さめの、一回り小さめのを置くんですね、うん、して重し9キロ。9キロ。どう？今片手で軽くいきましたね。少ししときます。へー、うん、して毎日この新聞紙取り替え。高菜漬け、新漬けの状態まで漬け切りました。
ご苦労さんでした。ありがとうございました。お世話になりました。楽しかったです。本当ですか？いつも一人でするけど。本当にね、これだけの量を一人でずっと。もうどれぐらいになりますか、つけ始めて、うん、もう十何年でしょうね、はあ、うん、毎年ですよ、うん、本当に。大丈夫、一週間ぐらいだっけ。いやー、もうすごくいい経験になりました。もう初めての高菜漬け、高菜売りの体験させていただきまして、ちょっとは稼いできましたか？はい、ちょっとは。また来年もお願いします。また来年も来れたらいいですね、うん、もうあれは連れてこんでいい。ポイントチャンネルは連れてこんでいい。もう最後までカメラが嫌がられました。ありがとうございました、はい、お疲れでした。すごく楽しかったです、うん、またこれもね、お世話になりました。美味しくいただきたいと思います、うん、また夏になって古漬けになってきたら、また様子を見せていただけると嬉しいです。なくなったらまた古漬け。じゃあまたもらいに行きますよ。ありがとうございました、はい、岩下まちこさんでした。ありがとうございます、はい、お疲れでした。お世話になりました。楽しかったです。